まあ、セットされたらなかなか難しいですよ。はい、レオメ見事な切り替えです。山形まず遠いサイド、レオミネイロへ収めた。サンチェジョンボスペース入れてレオミネイロワンタッチ、仲間を走る田中が立て、レオミネイロファーサイドはイオンジェですが、自ら仕掛けていく、ついていくのはシシーニョです。レオミネイロ絞ってきて押したにも守備に行きました。ティアが押し返します。今度は木山、そしてレオミネイロ、レオミネイロが落として、ここで長いボール、レオミネイロ、イオンジェ、レオミネイロ、もう一度拾ったレオミネイロ、仲間が拾う、そしてレオミネイロ、レオミネイロ、武田、よく収めましたね。レオミネイロ、そして三村、ここが取る、レオミネイロ、イオンジェのゴールで1点勝ち越しに成功しています。新潟の方は、と思いますけれども、やはりこう、まあ、アディショナルタイム4分、レオミネイロが下がってボールを、岡山が左から右に向かう、この守備しっかりと戻らなければいけません。レオミネイロマイナスのボール、ゴール前十分人数揃っています。うまいボールタッチを見せます。レオミネイロ、もう一度中央、上田、逆サイドですね。見たことないですよね。それだけ再びビ、特に今シーズン金沢は新加入の9名の選手が全て25歳以下、サポートには久保田いますが、あ、うまくここはかいくぐってまだ上がります。さあ仲間からレオミネイロ、さあ仲間走る、さあ仲間ボックスライン、ワンツー、ヨンジェ、あとパスからダイレクト落としてレオミネイロ、プンです。レオミネイロ、さあもうワンチャンス作ることできるでしょうか。この懸命な守りを続ける岐阜を福岡は破れるか、その執念で破ることができるのか。ある程度蹴る前の瞬間にね、あの誰が引いてもらうのかとか、そういうしっかりとボールを握ればいい攻撃ができているので、はいはい、まあ、そういったところでボールを失わない。レオミネイロ、さあ外へ、はい、ここの切り替わり大事にしたい福岡。レオミネイロ左追い越す、そこを使った、草に入った、レオミネイロ中を意識させて外、駒の流れ、レオミネイロボールキープ、中鈴木純ワンタッチ、中にレオミネイロがいる、ワンタッチで戻して鈴木純です。鈴木純、レオミネイロ近くには山瀬、フレッシュな選手2人、戻した枝村、レオミネイロ、山瀬、山瀬が横、枝村、この位置スペースにボールを出しました。縦パス抜けた、ユインセーキープ。さあジョーゴがトップの位置にいる、そしてその近くに枝村、レオミネイロパスを出して和子、レオミネイロから石津、石津からレオミネイロパスを出して、ここが期待なんですが、あ、これはレオミネイロ粘ります、キープする、つないで石津、テクニックはもうチーム 1-2 と言っていいでしょう。町田イスボールになる、前に出すレオミネイロ、ヒールで落とした、枝村ちょっとトラップ大きくなった、ここは溜めます、ユインスが中に入っていった、後ろドゥドゥ、しかしボールはレオミネイロ足元に収まった。なんか少し、まあ、今押し込まれている時間帯にもなっていたので、はい、まずその前線の起点作りっていうところが一つでしょうね。ですからそのレオ、渡辺龍馬、右
右サイドでのパス交換はつながらず、空いたスペースをうまく使った福岡。左サイド松田、ドゥドゥと16番の石津、35番のレオミネイロです。これがレオミネイロ。石津と抜群の安定感、そのチームとしての安定感を支えているレオミネイロ、右足のシュート取れるかどうか。レオミネイロが先に触った、はい、早いところでプレス。レオミネイロはドリブルが得意な選手、右足の右利きの選手。ユインスオフサイドラインを見ていました。走り込んでいくドゥドゥ、まもなく90分に入ります。右サイドから攻撃する、ここやりきりたいですね、さあ中にミネイロにボールが入った。ドリブル、レオミネイロのドリブル始まる。右を使った、ドゥドゥ。الأمر جده يغيب عن هذه المباراة لكن رغبة أم صلال عادل الطلب راح تفتقد الجماهير العربية العاشقة لتون. في الجهة اليسرى صالح اليزيدي ربما أو هذا اللاعب اليونارد إريك أوليفييرا، محاولة للمرور، تقدم جميل يوسف. ما لعب في الغرافة ماهر يوسف من أن يأتي أم صلال بثاني أهدافه في هذه المباراة. نعم يغيب ساكبو اللاعب الكبير الآن. معظم لاعبي الفريقين في منتصف ملعب بالتحيل. أول خسارة هذا ليست مباراة ودية، إن كانت ما تعني لك شيء فإنها تعني الكثير لي مثلا لغيرك. ما زلت أنا موجود يعني على هذا البصيص، عليك أن تلعب كرة قدم. لا الموضوع أكيد يفيدكم فيه أكثر يونس محمود. يونس محمود ومش بو 12 فريق، تخيل أنتوا عارفين حجم الرقم اللي هذا. رقم إعجازي، رقم إعجازي مش رقم عادي أنه أوه سجلوا 79 جول. انا الذي اتى بالنسبه لليوسفين، هذول يوسف افندي حلوه يا زينه يعني، ومن غير بذر حتى يقدمون مباراه كبيره، مباراه جميله. على السد زعيم الانديه القطريه والملك والمتوج في الجهه اليسرى، محاوله ملعوبه لكريمين. ايضا يتواجدون في نهائيات كاس العالم القادمه وبعد القادمه. تعود المحاولة من جديد لمصلحة المرخية. يقل رمي التماس أمامية إلى عمار، ينقلها أمامية للبديل ليوناردو. دي نقطة بفارق 9 نقاط عن باعتقادي ستكون هجومية منذ لحظاتها الأولى لهم. الكرة ملعوبة، محاولة الآن خطيرة، تمرير كرة. أنا الحالة المعنوية والفنية الجيدة اللي يتمتع بها في هذه المباراة ويسجل هدف ثاني ديسوزا لمحمد صلاح النيل للهدف الثاني لتصبح النتيجة الآن 2-1. الكرة بتعود، كل معطيات الأمور جل مخية لدى الكادر الفني. كرة خطيرة، إريك يراوغ بحاجة إلى مساندة. 찬스였었는데 그 기회를 놓친 것이 조금은 아쉬운 그런 대목이라고 볼 수 있겠어요. 그렇죠. 레오 우측에 있습니다. 자, 좋아요. 지금 계속해서 얼마 되지 않은 시간인데 벌써 네 골이 나왔거든요. 레오. 자. 그렇기 때문에 오늘 경기가 매우 중요하거든요. 선수들이 볼을 만질 수 있게끔 패스를 돌리면서 차근차근 만들어 가야 되는데 그런 장면이 부족하다는 얘기입니다. 그렇습니다. 지난 경기에서 그야말로 혜성같이 등장했었던 유주환 선수였고 만 18세 공격자원입니다. 네, 오늘 경기에서는 벤치에서 시작을 하는데요. 네. 워낙 지난 경기에서 임팩트가 있었기 때문에 어떤 식으로든 출장을 할 것으로 어렵지 않게 이 염기훈 선수의 공격 포인트였습니다. 예. 너무 많. 자, 줄 곳을 찾으면서 쉽사리 올라서지 못하고 있는 대구. 류재문, 레오 내려왔습니다. 김선민, 레오가 밀어줬습니다. 그리고 측면 다시 가서 볼을 잡는 레오입니다. 오른쪽 코너 북은 오른발 지지할 수 있고요. 네. 상대의 수비를 완전하게
자, 그리고 대구의 공격입니다. 붙이죠? 레오에게 줬고 개기랭으로 빼냈어요. 자, 보다는 말할 수 없다는 거죠. 그렇습니다. 좋아요. 페네시 레오 김선미. 네. 레오가 잡고 뒤쪽으로 연결. 됐죠. 그 볼의 흐름에 종착지는 레오였습니다. 레오가 잡고 세 명 사이에서 개인기를 계속 지금 더 올라 붙여라는 그런 주문을 하고 있어요. 그렇습니다. 네. 근데 저게요. 지금 이제 네, 정확하게 연결되지 않았습니다. 네, 왼쪽인데요. 그거 비대야 돼요. 지금같이 네. 볼이 나갔을 때는 완투로 바로 패스를 나가야죠. 자, 레오. 수비들은 촘촘히 들어와 있습니다. 레오 외곽으로 내주고 오광진. 비우리 리턴 패스. 생각이 드네요. 예. 이재원 선수가 짧게 밀어줬고요. 태훈 선수의 엣지 플레이가 돋보였던 장면이네요. 영리했어요. 레오. 예. 네, 오늘 경 박한빈이 안쪽 밀었고요. 레오가 받아냈습니다. 레오. 돌아서 오른쪽까지 연결시킵니다. 멤버 조합의 아이디어는 굉장히 좋아 보입니다. 아, 이거 찬스인데요. 넘겨줬고요. 그러면 슈팅. 45분 後に FC 岐阜は笑って終わることができるのか。いいですね。さあ、パスを選択した。右の阿部を使う。J2 残留を決めるためには勝つしかありません。その中で1点のリード。ネがグランダーの速いボールはレオミネイロ。ています。ロサから考えすぎないプレーがいいですよね。ここね。縦に打ってレオミネイロ。そして青木が飛び出す特徴というのは生きると思うんです。なかなかそれは。あまり今日は合わないような気がする、はい、非常に守備が硬いので、はい、そうですね、こういうワンタッチプレーを多くして、はい、右足ミネイロが前にいる、高島上がっていた。レオ・ミネイロからタモリ。レオ・ミネイロ、右へ出した。レオ・ミネイロ、高千全員が自陣に戻って守備をしている札幌。こうやってレオ・ミネイロが一人で打開するか、はい、風間もう一度レオミネイロへ。そうですね、これワンタッチを入れながら、はい、風間へ。そしてレオミネイロ前を向くか。あまりボールを持つ機会がなかったんですよ。レミューが高地ところが入ってくるので、はい、そこはやっぱりケアしなきゃいけないんですよ。だねというなかなか選手のコメントがこう、ね、入ってくるのも珍しいですよね。珍しいとはありますと思います。準備しています。前の試合2つだったカルベンがこの後出てくるようです。またレオミネイロが何番に通った。何番シュートに投げたというふうに話している高木義成であります。持って移動しながらレオミネイロと水野の細かいパス交換。この順レオミネイロ レオミネイロ風間レオミネイロ。さあ、そして先さあ、もう一度時間を作ります。レオミネイロ決めているというレオナルド・ロシャ、今ボールを触りました。レオミネイロから右に展開して風間。少し福岡はこのエリントンのしっかりとメンタル面もケアをしなければいけないという時間帯にどうやらなっていそうです。福岡としては速い攻撃っていうのはありますよね。はい、どんどんさん、それとね、あのキャプテンのジョーゴなんですが、ウェリントンに何度もな奪い返した自由シーニョ、ね、中央を見て崩しを行うというそういう試みをしてますね、はい、さあサイドを変えてきます。ここで自由シーニョがちょっと前の位置にナンバーとツートップのような形がボールを持って、そしてレオミネイドがここまで下がっています。中には砂川が上がってきて、そしてナンバー高知藤井、うん、素早くボールを回そうという意図は感じます。しかしボールを奪ったのは徳島です。セバンニアボール奪い返した岐阜青木藤井レオミネイロ青木高知カットの使い方うまいですね。高知はもちろん基本フォーメーションというのはあるんですけれども、分狙われている感があるんですよね。マークが発揮しているんで、はい、背後をついてここにすぐ何
んとか素早く攻撃に行きたい。プチを入れたことによって守備的な意識が生まれて、はい、まあ、失点していない。ミネーロ外、高木が待ち、サネに送ってノガイとこの位置、フェリッチ、レオミネイロ、高木でしたが、うん、悪くないですよ。はい、ピッチに入っていません。プレー続いています。レオミネイロ、中央のナンバー、レオミネイロ、はい、ここは間で、間で顔出して受けたいですよね。Bola chega aqui no meio com Léo. Lançamento do árbitro do Igor Júlio Bereberu, que estaria com problema. Por isso, ele não atendeu a nossa solicitação, não passou pro quarto árbitro. A jogada aqui na direita com o Léo. E começou no América. Puxa. Aí o Léo. Rogério. Léo. Marcação também é forte, Kinga. Prendeu bem. Agora o campo de ataque lá pela esquerda. Bola com o Léo. Indo uma vitória importantíssima do time de Barueri. Enquanto o time...